はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回はヨハンナ狙ってシャープ2やっていこうかなと思います。はい、ということでもうとりあえず来いっていうお願いですお願いになってしまうのは変かもしれないけど、お願いです。来てくれると俺はめちゃくちゃ嬉しいです。でね、まあヨハンナのね性能をねちらほらとね見てったんだけどね、なんか書いてることおかしいんすよ。なんか味方全体に NP20% 配ったりとかね、なんか自身で NP チャージ持ってたりとか、アーツのクリー力 100% アップあったりとか、マジでね俺アーツ使いとしてはね楽しい、絶対使ったら楽しいなって思うキャラクターなんで、まあ欲を言うんだったらフォグレベル3ぐらいにしたいなとか思ったりしているんですけど、まあまずやっぱ当てるところとして1体当てないと始まらないので、まあ一体出てきてくれることを祈りつつ、まあ星5霊装ですね、あの概念霊装をとりあえずあと2枚でポツることできるんで、プロトマーリンのあの霊装が来てくれることも祈りながらって感じかな。いやー、でね、俺思った、あのねイヤホンしながら喋るとなんか頭ん中がゴワゴワして喋る内容みたいなのがね消えていくっていうのに気づいたから、もうイヤホン外しました配信するときはイヤホンしててもなんもないんだけど、配信じゃなくて動画撮るっていうときはね、イヤホンしてると自分の考えがまとまらないホワホワ状態で喋り出すっていうことが分かったんで、まあ今後はそういうのがないタイミング、ない状態でいろいろとやっていけたらいいなって思いつつ、こういうねちょっと止まったりとかすると期待とかするんだけど、まあライダーが来ると、ていうかそうか、よくよく考えたらセイバーいない、アーチャー、エウリアレ、ランサーもところどころっていう時点でライダーが多いのか、ライダー、キャスター、キャスターはメディアさんか、まあそこら辺の発散が来る可能性高いから、まあサーバントとしてライダーが出やすくなるっていうのはまあ当たり前っちゃ当たり前か、ただ嫌なんだよねっていうね。聖杯か、我が大地を取り戻すことも考えたが犠牲は相当量になるな。これ以上奪われないよう程度の願いにしておくか。やべ、やっぱちっちゃくて何言ってるかわかんねえマジでジェロイモさん、俺すっげえ声好きなんよ、声は好きなんだけどさ、声ちっちゃくてわからん音量調整しろって言われたらその通りなんだけど、ここら辺のボイスいじっちゃうとあれだね、 FGO のストーリー攻略じゃないわ、周回とかでダメージボイスとかスキルのボイスとかがうるさくなるっていうのがあるから、この調整をしているんだけど、できたらもうちょっとねなんかマイルームのボイスだけは声張ってほしいねもう聞こえにくいから、全くもってわかんないから、今一瞬ボイス終わったかなって思ったけど、左側のあれだね、トークマークがさ動いてたから、あ、まだこの人喋ってるわっていう理由で聞いてたけども、なかなか聞こえんっていうね。まあそういう時もあると。いやけどマジで金のルーラーが来ないんだよな、でバーサーカーは9匹確定なんだよねっていうね、なんかおっさんサーバントが出た時にほぼ確定でこれしか来ないっていうね、なんか残念感があるのがもったいないんだよな。まあある意味ね、セイバーとかが出たタイミングで金確定枠になるんで、そういった意味ではプラスだったりとかはするんだけど、違う、そうじゃないっていう、俺が欲しいのはヨハンナさん、あなただけです。もう今回のピックアップに関してはね、もうヨハンナ単独ピックとなってるんで、まあ結局そこをうまいことね引き抜いていかないといけないんだよなーっていうね。これがね、なんか星4のピックアップとかね、いろいろ複合していたら話は変わってくるんだけど、そういうのがないとないな、ないないとってなるよね。おー、もうこのローディングとかも一瞬気になるんよ。けど絶対関係ないんだよね。金のルーラー、金のライダー誰だ、アントワネット、アンメア、あそこらへん。あー、まあ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 、星4出るなー今回マジで。ピックアップしてない時の方が星4出るんだよ、なんか知らないけど。おかしいだろう、なんでピックアップしてる時はさ星4出ないのにさこういうピックアップしてない時は星4出るのに、ピックアップしてる時は星4が出るんだよっていう、おかしいよこのゲーム。
俺がミユガチャの時にどれだけヒーヒー言いながらガチャを回していたか、もう物欲センサーなんだよなって思うけど、まあ知らないからできたら来てほしいっていうね。はい、アンメアありがとうございます。30連目やっていきましょう。ん、あれちょっと待って、あ、 BGM 鳴ってたわ、よかった。今一瞬 BGM が鳴ってないかと思ってさ、バグったかと思った。よかった。また音声なしでただただ俺がんなんか変にトークしているだけのやつになりそうだったが、まあまあまあ、よしよしよし。てかマジで金のルーラー、金のルーラールーラーかな、やっていきましょう。いやけどマジで来ねえなまあね、まあね、まあ、おうおうおうおおお、まあ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 、来るとき来ないときに関しては差があるのでね、なんとも言えないんですが、とりあえずもう金のルーラーを見たいんすよ。もうパーンって感じでさ、もう基本銀のアサシンかライダーしか見ないゲームだからさ、バレンタインイベント。もう、ストゲンとかね、もうちょっとポロ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 楽に出てきてくれたら嬉しいんだけど、あれ、そういった意味ではクローとかって出たっけ？クローとかさ、あそこら辺のストーリー限定の星4とかも出るんだったら、まあこのガチャって割と価値あるなとか思ったりはするんだけど、なんか出なさそうなんだよなそこら辺の確率ちゃんと見てないからね。まあ星4霊装はね、まあ何枚か嫁れるのは前提なんで別にいいでしょう。それでいい。ただ俺が欲しいのは、あーびっくりした、あの金のルーラーか星5概念霊装なんですよ。風鈴の霊装あれ嫁ってさ、レベル最大にしとくとさ、多分強いんだよね、あの霊装は。だからね、風鈴フォー君の霊装は早めに来てくれ、頼む。あと2枚必要なんだ、あの霊装が。あと2枚それを入手することができたら俺はプラスなんだ。スリーピングエリザは可愛いから何枚来てもいいよ何枚来ても俺嬉しいよ、嬉しいけど違うよっていう。オッケー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 、あと1枚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 とりあえず来たら勝ち、勝ち勝ちではないな、まだは結局ヨハンナさんが引けてないから、そこアルエゴと、もうアルエゴが出た瞬間にさ、絶対確定演出上の子がないからさ、あってなるんだよね。ストーゲンとか引いてたらね、首都内とかで金演出でバチーンってなる可能性は十分にあるんだけど、なかなかないからなー。いや来ねえなー、やべえ来ねえなー、なかなか来ねえなー。虹でバンって来い本当に。いやそれじゃない。イベント概念霊装が出てくれどうせだったら、50連目かな、やっていきましょう。まずいなー、マジで出ねマジで出ねー、頼むー。最近虹ばっか見てるから、あの普通に無印金でいい、無印金でルーラーポンってきて、金のやつもしくは金エースルーラーポンでいいから頼む。うわー、もう物欲センサーこっちが勝った。初めに星5概念霊装とつれた、終わりだ。あー、おー、もうダメだはシャープ3でお会いしましょう。